すごく日本と文化が違う国なので、まずイスラム教徒の国なので、すごくそのイスラム教徒のイベントとか断食を1ヶ月やったり、1日5回 お祈りがあるんですけれども、それもちょっと勉強をして一緒に混ぜてもらったりして、できるだけインドネシア人の人と同じような生活ができるようにやってたんですけれども、それもなんかできるようになったのも友達とかがすごくたくさん教えてくれたり、ホストファミリーとかがなんか一緒にやり方とか教えてくれたのもすごく嬉しかったです。